円のオズヌ、ヤクオズヌ、円のオズヌ、オズノ、オツノ、除名天皇六年、六百三十四年伝、大宝元年六月七日、七百一年七月十六日、伝は、アスカ時代の呪術者である。円の行者、円のウバ足といった呼び投げも広く知られている。聖は君。日本独自の山岳信仰である、主権道の開祖とされている。実在の人物だが、 伝えられる人物像は、後世の伝説によるところが大きい。前期と後期をで死にしたと言われる。天が大部在天者や大峰山流泉寺など多くの修験道の霊場に縁の行者を返そうとしていたり、修行の地としたという伝承がある。縁氏、縁の君は、三輪系士族に属する、地義系士族で、葛城の竜鴨の氏から出た士族であることから、鴨役君、鴨役君。 鴨の縁の君とも呼ばれる。駅民を干渉した一族であったために、役の字をもって、死としたという。また、この氏族は、山和国、河内国に多く分布していたとされる。除名天皇六年、六百三十四年に大和国、カツラギ上郡や谷元郷、茅原村、後は木上村茅原、現在の奈良県御世市茅原に生まれる。父は、出雲から入り向こした大津の 母は白仙女。生誕の地とされる場所には、吉祥草寺が建立されている。十七歳の時に、元号寺で、九弱明王の樹法を学んだと伝わる。その後、葛城の山、葛城山、現在の金剛山、山と葛城山で、山岳修行を行い、熊野や大峰、大峰の山々で修行を重ね、吉野の金富山で、金剛座王大権現を監督し、 主言道の基礎を築く。二十代の頃、藤原鎌足の病気を治癒させたという伝説があるなど、呪術に優れ、神仏調和を唱えた。また、皇帝にのちに、国家の医療、呪言を司る、天薬領の長官である、天薬頭に任ぜられた、韓国広たり、韓国広し足がいる。文武天皇三年、六百九十九年五月二十四日に、 人々を言葉で惑わしていると残言され、縁のオズヌは伊豆島に流罪となる。人々は、オズヌが鬼神を刺激して、水を汲みた木々を取らせていると噂した。命令に従わない時には、呪いで鬼神を縛ったという。二年後の大宝元年、701年1月に大社があり、茅原に帰るが、同年6月7日に、 美ノ山滝安寺の奥の院にあたる天井が竹にて入弱したと伝わる。去年六十八、山頂には廟が建てられている。中世、特に室町時代に入ると、金峰山、熊野山などの所山では、縁の行者の伝承を含んだ演技や競技書が成立した。金峰山、熊野山の演技を合わせて作られた、両峰門道碑書、修元指南書などがあり、 俗に本記の記述とは桁違いに詳細な縁の行者本記というオズヌの伝記まで現れた。こうした書物の刊行と合わせて、主事の絵巻や縁の行者をかたどった彫像や画像も制作されるようになり、今日に伝わっている。完成十一年、1799年には、正和院宮江二神皇が、皇格天皇へ縁の行者ご縁記、 没後千百年を迎えることを上表した。同年、正月二十五日に、光覚天皇は、カラスマ大納言を直視として、正午院に使わして、新辺菩薩、神便大菩薩の送り名を送った。直書は、全文、光覚天皇の新筆による、正午院に辞法として残されている。縁の行者は、鬼神を刺激できるほどの法力を持っていたという。 左右に前期と後期を従いた図像が有名である。ある時、葛城山と金布山の間に石橋をかけようと思い立ち、諸国の神々を動員して、これを実現しようとした。しかし、葛城山にいる神一言主は、自らの醜悪な姿を気にして夜間しか働かなかった。そこで縁の行者は一言主を神であるにもかかわらず、石棺して攻め立てた。すると、 それに耐えかねた一言主は、天皇に縁の行者が謀反を企んでいると残訴したため、縁の行者は彼の母親を人質にした朝廷によって捕獲され、伊豆大島へと流刑になった。こうして、河境は沙汰みになったという。縁の行者は流刑先の伊豆大島から、毎晩会場を歩いて、富士山へと登っていったとも言われている。富士山六の古天橋にある清流寺は、 縁の行者の混流と言われている。また、ある時、日本から中国へ留学した道明が、行く、途中の白木の山中で五百の虎を相手に、北ッ行の講義を行っていると、聴衆の中に縁の行者がいて、道明に質問したという。オズヌの生涯は、伝承によるところが大きいが、資料としては、俗に本気巻き。 第一文部天皇三年五月定中上の記述がある。日本の公式な歴史書にある唯一のものであるが、執筆の時期は猿猿ズヌが亡くなってから約百年も後の頃と考えられる。文部天皇三年五月二十四日は、西暦六百九十九年六月二十六日、七月一日節もあり、解釈として、九末を示すのを抜かして文をつなげ、 外十五位下の韓国広谷はオズヌを主としていたが、その後に死の能力をネタで残言したとする説もある。広谷が勢力以上から外十五位下に昇進したのは、炎のオズヌが没したとされる時期から約三十年後の天平三年七百三十一年である。さらには、広谷の死が韓国であることからか、朝鮮半島からのトライ認刑呪術師が、 日本古来の呪術史を妬んで起きた事件と解釈する説もあるが、韓国史は、物ノべ史の分流であり、トライ人ではない。この記録の内容の前半の部分は、事実の記録であるが、後段の、世相伝て、うんく、の話は、すでに半ば伝説のような内容になっている。伝ーズヌに関する信頼される記録は、生死に、書かれたはずかこれだけのものであるが、後に書かれる。 縁の行者の伝説や説話はほとんどすべてこれを基本にしている。縁のオズヌにまつわる話は、やや下って成立した、日本言法全悪霊域に再録された。後世に広まった、縁のオズヌ像の原型である。高等無形な話が多い仏教説話集であるから、史実として受け止められるものではないが、著者の完全な創作ではなく、当時流布していた話をもとにしていると考えられる。 日本礼域が書かれたのは、公認年間810年824年であるが、説話自体は、神語慶雲2年768年以降に作られたものであろうとされている。日本礼域で猿のオズヌは、仏法を厚く誘った宇ばそそうではない在家の信者として現れる。上巻の28にある、九弱王の樹法を、 おさむじし不思議な威力を得て現に千人となりて天に飛ぶ縁のである。薬のうばそくは大和国葛城ラギイカミ原村の人で鴨屋ヤ港の民ので,である。若くして雲に乗って千人と遊び、クジ王寺教の呪法を治め、鬼神を自在に操った。鬼神に命じて大和国の金プ山と葛城山の間に橋を架けようとしたところ、 葛城山の神である一言主が人に乗り移って、文武天皇に役のウバ足の謀反を残言した。ウバ足は天皇の使いには捕らえられなかったが、母を人質に取られるとおとなしく捕らえられた。伊豆大島に流されたが、昼だけ伊豆に降り、夜には富士山に行って修行した。大宝元年、701年正月に許されて帰り、仙人になって天に飛び去った。 道明法師が、白木の国で五百の虎の声を受けて、北ッ行の講義をした時に、虎衆の中に一人の人がいて日本語で質問してき。法師は、誰ですかと問うと、役のうばそくであると答えた。法師は、口座から降りて探したが、すでにいなかった。一言主は、役のうばそくの呪法で縛られて今、日本で域執筆の時点になっても解けないでいる。 俗日本記との大きな違いは、炎の綱を告訴したのが一言主の神となっていることで、この一言主心が、後々のいろいろな説話や物語などに登場してくる。また、道明が、白木の国で炎の綱に会う話が初めて出てくる。この、日本で意気にある説話は、俗日本記の記録とともに、その後の円の行者の伝記や、説話の根幹になっている。 縁の行者信仰の一つとして、縁の行者ゆかりの大阪府、奈良県、滋賀県、京都府、和歌山県、三重県に所在する三十六寺社を巡礼する縁の行者礼石札所がある。また、新編大菩薩は縁の行者の尊称として使われ、寺院に祀られている縁の行者の像の名称として使われていたり、南無新編大菩薩と記した奉能の堀などが見られることがある。 主言道系の寺院で縁の行者の姿、肖像を描いた五冊を反復していることがあるが、その姿は、老人で岩倉に座り、すねを露出させて、頭に頭巾をかぶり、一本刃の甲桁を履いて、右手に巻物、左手に尺状を持ち、前期、五期と一緒に描かれている。手に持つ道具が密教法具であることもあり、反復している寺院により、異がある。 音逆逆縁の馬速あらんキャソワカ、新言、主言縁の行者1、理学、里氏市2、吉本、健さん、吉金4、小時元、彦三海三子、香る元、五代山伏6、女王と7、黒鎮、羽黒山8、騎士郎9、カ、縁、天台熊野社、十、長縁、天台北家行者10代山伏11、縁鎮、地匠大師天台デラモンパソ、 作品により、縁のオズヌ、縁の行者、役の行者といった表記の違いがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。